これが僕が作った未来の街です未来の街では気球が荷物を届けてくれます空を飛んで届けるので道が混んでても早く運べますおうちやビルの上に気球が着陸できるようになっています 地球はガソリンを使わないので、空気を汚しません。 難しかったところは、地球がちゃんとお家の上に泊まるようにするところです。何度もチャレンジしました。もっと未来にあったら、荷物を運ぶだけではなく、地球が遠くのいろんなのところへ行けたらの楽しいと思います。